ジョージ・ライトはアメリカ合衆国ニューヨーク州ヨンカーズ出身のプロ野球選手、監督、クリケット選手としてプレーした経験もある。リーグ創設以前の野球のスター選手だった。兄のハリー・ライトと共にアメリカ野球伝道入りしている。10代の頃から兄・ハリーと共にコサムズに所属し、17歳の頃はチームで保守を任されていたが、20代の頃にはそれとは別に、 フィラデルフィアのクリケットクラブにプロとして加入していたこともあった。1867年頃には当時まだアマチュア球団であったワシントン DC のナショナルベースボールクラブに所属し、二類や遊撃士をしていた。1868年から1869年頃にはプロ選手だけで組織したシンシナティレットストッキングスにプロ契約で加入し、 アメリカ中を巡業し各地で試合をしていた。1869年の記録によれば、ライトは57試合で49本の本塁打を打ち、打率は633にも達していたという。1871年にプロの野球リーグが創設されると、ライトはボストンでリーグに加入するレッドストッキングスと契約。初年度は足の骨折で、 シーズンの半分しか出場できなかった。チームは翌1872年からリーグを4連覇、ナショナルリーグにチームが移った翌年の1877年からもリーグを2連覇するなど、その強さを誇った。1879年にはプロビデンスグレーズの監督を兼任し、グレーズをリーグ優勝に導いている。1882年を最後に、 現役引退。1937年に野球の発展貢献者としてアメリカ野球殿堂入り。ほどなく脳卒中によりボストンにて90歳で死去した。ありがとうございます。